こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天お買い物マラソンの完全攻略法をお届けしたいと思います。初心者向けになってます。2020年10月版に対応してますのでね、ぜひご覧ください。この動画はですね、ごまおがお送りしていきます。うつ病で休職する前後、お金に関する不安でいっぱいでした。同じような思いの方の一人でも役に立ちたい。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。楽天経済圏をネクした節約術が得意なのでね、楽天のお話していきたいと思います。この動画を見るべき人はね、こんな人で、楽天経済圏の初心者の方で、一から買い物マラソンの攻略を叩き込んでほしいというね、がっつりじゃなくてもいいから少しでも得したいみたいに思っている方に参考になると思います。ごまおはね、すでに2020年47万ポイントぐらいね、稼いでいる実績がありますので参考になると思います。それでは参りましょう。結論ね、攻略をまとめるとこんな感じです。まずね、 SPU を可能な限りアップさせておいてください。楽天スーパーポイントアッププログラムのことですね。楽天の名前を関するサービスをいろいろ使っていくと、どんどん、ね、楽天市場での買い物の還元率がどんどん上がっていくというね、システムになってます。これ 8% 以上がノルマなんでね、具体的にどのサービスをアップさせておけばいいのかっていうのをご紹介したいと思います。で、事前にね、買うものをリストアップしておいてください。これね、お買い物マラソンの攻略法の、大事なところですね。余計なものを買わない。もうね、あらかじめ買うものを決めておくっていうのがね、大事です。まだね、始まるのは明日ですから、今日のうちにね、買うものをリストアップしてください。10ショップ分ね、用意しておくのが大切です。まあ、本当ね、無理はしないでください。無駄なもの買ってもしょうがないんで、まあ、10ショップを目指すんだけど、まあね、特に欲しいものなかったら、まあ別に7ショップぐらいに抑えておくとかでも全然ね、それでも全然ポイント還元率は高まるのでお得だと思いますから、まあ、自分のできる範囲でアップさせておきましょう。はい。で、まあ、基本的には10ショップ達成してほしいですね。これやると、買った商品全部プラス9倍の還元率になりますので、ね、これが確定しますのでね、いいと思います。あとは5と0のつく日も狙って買いましょう。それね、キャンペーンエントリーしておくと、今回だと10月5日と10月10日が狙い目ですね。これがプラス2倍になりますので、これが確定しますのでね、ぜひやってください。で、あとはね、まあ、ハピタスみたいなポイントサイトを経由して買うことで、そのハピタスのポイントが貯まったりもしますので、これもね、まあ、逃せないかなというふうに思います。10万円分ぐらい買ったらね、1% って言ったら、まあ1000ポイントですからね、これ、バカにならないですからね、ぜひね、達成してみましょう。で、余裕があればね、ふるさと納税も絡めてしまうのがいいかなというふうに思います。ごまも今回ね、ちょっとリンゴ欲しいなと思いましたので、ふるさと納税でリンゴ買ってみようと思います。はい。で、まあ、今回の、お買い物マラソンは、この動画でね、作ってる時点じゃ、まだ発表されてないんで、本当に、あるかわかんないんですけど、一応予想できる方法としては、楽天市場のページでね、お買い物マラソンって検索すると、まあ、例えばこういう商品が出てくるんですよね。販売期間が、まあ、なんかこう限定されてるような、これ明らかにこのお買い物マラソンとかスーパーセールの、ね、期間のに販売するやつだな、みたいなのがわかる商品が出てきますのでね、これからも予想しますと、2020年10月4日20時から10月11日の1時59分までがお買い物マラソン始まると予想して、その前提のもとに、ね、今回動画を作りしています。まあ、だから11月4日からあるんだなと思っていただければと思います。ですね。で、楽天 SPU を上げていこうっていう話なんですけど、これね、できるだけ上げていきましょう。こんだけ、ね、たくさんサービスあるんで、まあ、無理に使わないサービスを見極めるってことも結構大事かなというふうに思います。これね、全部達成してる人って、まあ、ほぼそんなにいないと思いますのでね、まあ、よほどガチなね、楽天ポイントセドラーとかじゃないと、やっぱ、達成してないと思います。5万は、まあ、結構達成してる方ですけどね、まあ、13倍ぐらいまではやってます。まあ、全部やると16倍になるんですけどね。まあ、そこまではやんなくていいかなっていうね。まだ楽天経済圏初心者の方はね、まあ、こんぐらい、8.5% ぐらい狙った方がいいかなというふうに思います。で、まずやるべき SPU もまとめてみました。これね、まずね、無料でできる範囲、ここまでやるって 5.5% 還元率上がりますから、ここはね、まあ、全員やってほしいというところなんで、ここを紹介しておきますね。まず楽天会員になってください。これはね、楽天基本となるポイント 1% もらいます。これは楽天市場でお買い物する人はみんなそうなんで、これはまあ必須ですね。で、楽天カードもこれもほぼ必須と言っていいでしょう。クレジットカードの楽天カード作ってください。これ年会費無料だしね、ほぼ誰でも作れるやつなんで、これでね、プラス2倍になりますのでね、これは必須です。で、楽天銀行プラス楽天カード。これがね、プラス1倍になりますので、これね、やっ
ってほしいんですよ。楽天銀行と楽天証券っていうのは、口座開設無料でできますし、維持するのも無料ですので、ぜひ入ってください。で、楽天カードの、支払い先を楽天銀行に設定しておくだけで、これでね、プラス1%。で、楽天証券、開いておいて、ここでね、ポイントで、たまったね、楽天ポイントで、これで投資信託買ってください。500円分以上、毎月ね、買っていただければ、これでプラス1%になります。まあ、毎月買う自動設定とかにしとけばね、忘れないと思います。で、楽天市場のアプリを経由して、毎回楽天市場でお買い物するっていうのをやっておくと、これで 0.5 倍になりますので、まあ、パソコンとかで買わずにね、スマホでパパッとアプリ開いて買っていただければと思います。ここまでで 5.5%。 これはね、ぜひ達成してください。これはまあ別にお買い物マラソン関係なく、いつでも 5.5% つきますのでね、いいと思います。で、続きまして、やるべき ESP 有料版なんですけど、お金ちょっとかかっちゃうけど、ぜひ達成してほしいのが、この下のやつですね。ここまで達成すれば 8.5% の還元率になります。まず楽天ゴールドカードですね。年会費2200円かかるやつなんですけど、楽天市場でね、年間11万円以上のお買い物する人だったら、この年会費2200円分っていうのは、まあ、ポイントでね、もう相殺できるっていうぐらい稼げますので、なぜならこうプラス4倍つくのでね、ポイントがね、これは美味しすぎるということで、まあ、基本的に家族持ってる方とかだったら、ね、消耗品ね、お米買ったりとか、すごく、たくさん使う機会あると思いますので、損はしないと思います。年会費2200円ってね、クレジットカードの、ね、年会費かかるやつの中では安い方ですよね。これいいと思います。ぜひね、検討してみてください。で、楽天ブックス、楽天公募っていうね、本買いましょうっていう話なんですけど、このね、動画見てくださってるぐらい意識高い人だったらね、まあ、本読んで勉強しようとかね、思ってる方が多いと思いますので、せっかくだったら、ね、この楽天のショップ数を稼ぎながら、この SPU もアップさせて、ポイントの、ね、還元率アップさせるっていうのがいいのかなというふうに思います。まあ、おすすめの書籍なんかもね、後で紹介しますので、楽天ブックスや楽天公募、楽天公募は電子書籍ですけど、そこで買ってね、いろんな知識、新しい知識をどんどん詰め込んでいって、ね、よりよく今の人生を生きていきましょうという趣旨でね、お勧めいたします。無駄にならないですからね、お金払ってね、まあ、1500円ぐらいで買えますからね、ちょうど、まあ、ショップ数稼ぎにもなるしっていう感じでね、ぜひ使ってみてください。で、今回2020年10月8日から11日のお買い物マラソンがあると予想されています。で、購入額全体でね、この10ショップ買った時の購入金額は11万1111円、以下の方が、まあ、コスパ的にいいかなというふうに思います。ショップ買い回りね、全部10ショップ達成すると、購入商品すべて10倍、まあ、実質プラス9倍なんですけど、プラス9倍で上限ポイントがね、1万ポイントっていうのが決まってますので、1万ポイント達成するには、まあ、11万1111円、この購入額を以上買ってしまっても、今1万ポイントしかつかないんで、まあ、実質これ以上買っていくと、どんどんポイント還元率がね、実質目減りしていってしまうということになりますので、これ以下に抑えておくのが、まあ、ベストかなというふうには思います。はい。まあ、そんなのいろいろありますけど、まあ、できる限りポイント還元率を上げて、いきましょうというね、お話ですね。で、次に続きまして、5と0の月日を狙ってポイント還元率を上げましょう。今回10月5日と10日が狙い目ですね。人気商品はね、まあ、ここに惑わされずに10月4日のうちに買ってしまうっていうのもありなんですけど、これね、毎月、これお買い物マラソン関係なくね、5、10、15、20、25、30日にはね、ポイントがプラス2倍になるっていう、エントリー、キャンペーンエントリーやってますので、これエントリーしてみてください。で、さらにですね、球団勝利っていうのがつけばラッキーかなと、楽天イーグルスとかね、勝ったらいいなっていう感じですね。あと、バルセロナとかね、あと、ヴィッセル神戸とかね、の球団が勝てばいいかなっていう感じですね。はい。っていう感じです。で、まあ、お買い物マラソンの買い回りの注意点いろいろあるんですけど、まあ、バーッとちょっとまとめておきましょう。ここね、まあ、バーッと今から言いますけど、まあ、後でね、ちょっと止めて、まあ、確認して、見てみてもらえればいいと思います。まず、買い回りのね、エントリーが必要です。これ、エントリーね、忘れちゃう人いるんですけど、もう買い始めたって人でも、まあ、後からエントリーしとけば大丈夫です。この10月11日までの間にエントリーしとけば大丈夫なんで、ぜひね、忘れずにエントリーしておいてください。で、1ショップで1000円以上買い物しないとそのカウントされませんので、これは注意ですね。999買ったってダメですからね。で、同じ店舗で複数商品買っても1ショップ扱いにしかなりませんので、これも注意。1ショップで500円 ×2 個を同時に買うのは OK ですけども、500円 ×1 個を2回買ってもダメですね。これも注意です。で、楽天ふるさと納税は一時辞退ショップ扱いになりますので、ぜひね、楽天ふるさと納税もね、考えてみてください。で、ポイントをね、使って買っても OK です。はい。
なんで、まあ、ここも気にしないで、例えば、まあ、1000円のもの買ってね、500円分はポイント使ったから、まあ、500円の買い物って意味になっちゃうのかなって心配になる方いると思うんですけど、そうじゃないからね、大丈夫ですよ。で、5と0のつく日はね、ぜひ狙って、ポイントプラス2倍を狙ってください。で、人気商品は品切れするかもしれないので、迷わず10月4日に買ってしまうっていうのもありかもしれませんね。はい。使うかわからないけど、クーポンやもチェックしてみましょう。スーパーディールっていうね、お得なセールもあります。で、何買ったらいいかよくわかんないって方は、まあ、5万の楽天ルームっていうね、のを見てみてください。ここに5万が実際買ってレビューしたものとか、あとこれから買おうとしているものをぶち込んでおきますので、これを参考にね、してみてください。この動画の概要欄からね、見れるようにしておきますね。で、ふるさと納税も一時対一ショップにカウントされるって、これがね、結構美味しくて、これ年間上限額っていうのは人によって異なるんですけど、シミュレーションサイトで確かめてみてください。例えば、まあ、5万を超えるトイレットペーパーたくさんね、もらったりとかしてますよね。1万4000円の寄付金で4000円分ぐらいのね、トイレットペーパーをもらいました。でもさらに 28% のね、ポイント還元がつきましたねっていうね、まあ、非常に美味しいというね、感じでした。で、クーポンもチェックしておきましょう。これね、ダイヤモンド会員なら777億クーポンとか、まあいろんなものが 50% オフクーポンとか出してますよとかね、いろいろありますのでね、そういうのもチェックしましょう。で、最後の最後ですね、これがハピタス経由しつつ楽天市場アプリで買う方法ということでね、このハピタスでなくてもいいんですけど、ポイントサイトっていうのを経由するとさらにポイントはアップできますね。ただこういうの、この時にね、パソコンで買っちゃってね、この楽天市場アプリのプラス 0.5 倍っていうのを取り損ねちゃう人いるんですけど、これもね、両方取ることできるんで、ぜひ、両方取ってください。まず楽天市場アプリを開いておいてくださいね。で、これ自分のアカウントでログインしていることを確認しましょう。で、続きましてハピタスのアプリを開きます。で、ここでね、楽天市場でポイントを貯めるっていう、ここをタップします。そうすると楽天市場アプリじゃなくてブラウザーで開いちゃうんですよ。 iPhone だとサファリとかでね、開いちゃうんですけど、ここでは買ってはいけません。一旦バックグラウンドにして、再び楽天市場アプリを開いて、ここで購入するとハピタスも経由してハピタスのポイント 1% つきますということですね。はい、こういう、まあ、具体的な技がありますので、ぜひこれも駆使して、ね、ぜひ使ってみてください。はい、結論をまとめます。攻略をまとめです。 SPO を可能な限りアップさせておきましょう。 8% 以上が、ね、ノルマですね。で、買うものは事前にリストアップしておきましょう。5万の楽天ルームを参考にしてみてください。10ショップ達成しましょう。プラス9倍を確定します。させます。5と0のつくりを狙いましょう。プラス2倍確定します。ハプタスなどのポイントサイトを経由しましょう。これでプラス 1% 確定します。で、余裕があればふるさと納税も絡めればたくさんポイントゲットできますということでした。ちょっとね、まあガーッとずっと喋ってきましたけどね、ついてこられましたかね。ちょっとわかんない、わかりにくかったところは一旦動画を止めてもらって、巻き戻って見てもらうってこともできると思いますので、ね、ぜひね、この動画を参考に楽天経済圏を極めてみてください。お買い物マラソンね、攻略するとどん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 ポイントが貯まるようになって節約になっていきますので、今後ね、今後もずっと使える技ですのでね、ぜひね、身につけてみてください。で、まあ、動画じゃちょっと分かりにくいなっていうね、テキストでちょっと見たいなって方は、5万の楽ノートの方で、ちょっと文章に起こして、詳しく書いてあります。前半部分無料で読めるようになってますので、ぜひ覗いていってみてください。概要欄のリンクから電子書籍見れますのでね、はい、見ていってください。それではまた明日もね、明日は楽天買い物マラソンで、ごまが実際買うべきものの例っていうのをね、お伝えしたいと思いますので、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。